こんにちは、会長です。今回ですね、情報修正されたラビー使っていきたいと思います。なんか、あんまり研究されてないから一番面白いかなということで、一番最初に持っていったんですけど、ヒーローアクションの引き寄せがね、なんか 14% ぐらいかな、アップしましたね。はい。このね、ヒーローアクション、これで、まあ、範囲結構広いんですけど、引き寄せれます。はい。まあ、なかなかに。はい、座ろうかな。取れる、まあ、タンクなんでレンジのぶっ飛ばしもなかなかにでかいんですけど、まあ、これは引こうかなって思ったけど、めんどくさいな。マジスク？グレーだ？違う、ぶっ飛ばしだ。ラビーはレンジとか、まあ、貫通もそうなんですけど、ダメージを与えると回復します。それがね、なかなかに、まあ、強くて、回復なしでも、まあ、ヒーローアクションで吸って吸収もできるし、まあ、カードを当ててね、殴って回復もできるしっていう感じで、まあ、なかなかに面白いキャラではあるんですけど、まあ、その、キルタンクみたいな立ち位置になっちゃうんですよ。号令とかは、まあ、積んでも回復できないから、で、そんなに周囲も早いわけではないので、まあ、キルタンクになると、まあ、正直、まあ微妙だよねみたいな、まあ立ち位置的に微妙になってしまうのが、まあ、あれかなって思うんですけど、はい、まあこれはヒーロースキル吐くしかないかな。ただね、まあこういう能力とかヒーロースキルはねめちゃめちゃ強いと思うんだよね俺。はい、引っ張って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 やられていく、やられていっちゃいましたけど、吸ってる時に、9割は削るんだけど、多分ね、9割ぐらいかわかんないけど、そのぐらいは削るんだけど、まあ、削りきれないんですよ。もうその使用上。その残ってる体力で、周りが殴ってくんないと殺せないし、で、仮にヒーロースキルで引っ張ってる間に C 取ってほしいってなっても、そう、そのミリ残ってる、吸ってる奴らが、俺のことを殴ってくると普通に死んじゃうっていうね、まあ、それがちょっと難しいところなんで、連携が必要にはなってくるんですけど、死んじゃうよね。それは無理だ。ヒーロースキル吐いたら C が危うい。いけるかな。リーバー触ります。可能にある。ナイス、勝った。オッケー、危ねー。なんかこの試合は結構耐久できたな。うん、タカさんはね避けるとこあるからよかったね。うん、まあただね、回復を積まないと自利品になることがあるんですよね。今回はわりかしねいい感じに立ち回れたんですけど、まあだからウェポンもそうだけど、回復も正直欲しいかなとは思うね。なんかタカさんのピックアップ率が6倍とか言ってたから、まあまあまあ、このステージばっかなのは許されたい。じゃああいつ3固定なんだけど、勘弁してください。まあ、さっきね最後の方に回復がないと、まあ、相手がね賢いとミリ残されて、まあ、その後ね大事な時にやられるっていうことが起こるので、ちょっとね耳積んできました。まあ、ウェポンが減ってしまうんですけど、ヒーローアクションとかね、タンクの厄介さを、まあ、使ってなんとか頑張っていきたいところではある。はい。はい。吸います、吸います。吸えない、全然吸えない、全然吸えないけど。全然吸えないけど、どうしよっかな。まあ相手貯めるよな。まあルチ貯まったらやばい。まあ正直やばいけど、でも野良だからこっち無理なんだよね多分。踏み続けるのはしんどさはあるので、こっちもしっかりヒーロースキルを貯めて、リンネの罠でバクっていただきましょうという、まあ、感じですね。
まあ、ラビーはちょっとユニドとかは積んでられないかなとは思う。まあ、2枚入った、まあ、あとカノーネだから、まあ、それは気をつけていただきたいんですけど、リンネが回復がないのがちょっと怖いところではある。ナイス、いいね。このまま踏みに行きましょうかね。あー、溜まったから、まあ、似た手を防ぐような立ち回りをしたいんですけど、グスが溜まったらちょっとしんどいな。ここで食らう分には全然大丈夫。はい、レンジフルーク打ってこない。あれ、リンネ詰めてほしいけど回復がないのか。うーん、どうしよっかな。保湿あるか。オース2丈だけは防ぎたいけど、これは俺が行かないと守れないっぽいので入ります。はい、合わせまして、これはキセルが入ってる竜が波動拳を打てるんだったら僕は死にます。はいはい、ありがとうございました。多分この人波動拳うまいので、さよなら。うーん、無理だよね。まあそれはしょうがない、無理だったから。ああどこまで行くねんっていう。うん、まあこれはね、ルチアーノが強すぎますね。これはルチアーノ番で。ナイスライバー。まあどうもどうもどうも、まあでも頑張って考えてギリギリまでね。まあ刃でやりきれてたらまあいけたね。ただ応戦のタイミングもなかなかに完璧だったな。ちゃんとヒーロースキル合わせれないカードを切ったタイミングで打ってたんで、うまいね。まあ、さっきね、カノーネがやっぱり痛かったのでカウンター積んできました。まあ、カウンター型のねラビーもなかなかに見かけるので面白いんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、常設で組むんだったらイエーガーバーゲンブレドラレンジとか、まあ、あとはブレドラレンジ、まあ、イエーガミミミとかなのかな。個人的に、まあ、強いかなって思うのは、まあ、シューガナは正直ね積みたいんですけど、まあ、それはまあ、固定で可能での有無とか、まあ、そんな感じなんだかな。まあ、ラビーを固定運用するときのなんかいい感じの編成とか、まあ、あったらね教えてほしいし、まあ、ラビー使いってね周りにいないんでわかんないですよね。まあいたら聞きたいなとは思うんですけど、若手で吐いたんでこれは反対側を触っちゃおうかなとは思います。マジスクケアでイエーガータッチします。はい、で多分相手上来るんで、まあ、リーカがしっかりポータルを踏みながら戦えばとりあえずこっちは守れると思うから、まあ、相手が C に行くのかこっち攻めてくるかのかにもよるよね。はい、やれるやれる。まあ、バーゲンでも回復できるのは強み。ピヨーン、触りきれるかな。いや、これは触りきれないから一旦 C 触ります。2人で触ってもね多分無理そうだったんで、さあ情報されたマリアさん頑張っていただきたいが、勝てれパスには抗えない。リリカが多分怠慢しんどいんだよな。耐えれるか。耐えれる。回復、いやそんなことはできない。うまい。 いやヒーロースキル入ったの偉すぎる。まあ、ここで回復できてればまあもう1枚レンジあったからなかなかに耐えれたんだよな。まあ、ただ味方も頑張ってくれてるから、これで相手が吐くか吐かないか。吐かない。マリアは耐えるかな。どうしようかな。シーグ行ってくれた。サーロナイス、うまい。おっと、こっち、あ、ナイスナイス、神か。味方神です。素晴らしい。いや、カウンター刺さったのはちょっと嬉しいな。
で、マリアにあっち任せて、僕は反対側触りましょう。赤テル来るよ、赤テル来るよ。あーあーあーあああ。いやー裏見るけど、あ、わかった。俺が死んだから間に合うかな。いいではないよな。うますぎる。マジかマジかマジか。いやもっと早くイエーガー入っておけばよかったな。タンクから落としに来るとは思わなかったんですよね、正直ね。あざます。はい、まあそんな感じで、まあ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 、なんかどんなデッキでもまあそこそこに強いですね。そこそこに強いんだけど、まあパワーが足らないといえば足らないし、まあ、安定はしないといえばしないので、まあそこそこだよねっていう、まあ、立ち位置かなって思います。ヒーローアクションはね、まあパッとやってみて感じ、まあ使う場面がそんなにないじゃないな。みんなさ、めちゃめちゃ硬いじゃないですか。めちゃめちゃ硬いじゃなくて、めちゃめちゃ痛いから、吸ってる間に殴られて死んじゃうっていうのもあるんで、まあ相手がドアタンクで、まあ先に踏んで、引っ張ってる間にみんなに殴ってもらうとか、まあそういう立ち回りができればいいんですけど、まあそれ以外だとあんまり使い道が正直ないような気もしますよね。あと、まあ一本道のところで、まあ、相手に対して、まあ、そのヒールアクションで圧かけるとかはできるけど、まあ、広いステージだと、まあ、ちょっと使いづらいなって思ったので、ヒールアクションのね使い道他にもあったら教えてほしいし、まあ、このデッキめっちゃ強いよって、まあ、僕が考えた以外でもあれば、まあ、ぜひね教えていただきたいです。はい、ではありがとうございました。